ちは。じゃーん。スクショしてください。じゃーん。見てー、嬉しい。ひらがななの？行楽ってひらがなだった？やっちまった。よいしょ。この前まで冷凍庫に入ってたんですけど、でも終わっちゃって新しいのも届きました。やったー。もうこれが一番美味しいです、正直。餃子界ので一番美味しい好楽。開けます。めっちゃ入ってる。やばい。賞味期限は7月23、1ヶ月ちょいで食べきるっていうね。これを3箱全然余裕。最高。じゃーん。じゃあこれを焼きますか。さっきさ、パン食べちゃったんだよね。お腹すいちゃって、スープ作ろうかなって思ったんですけど、鶏ガラスープの素がないや。どうしよっかな。鶏ガラスープの素ないけど、本出しでいけるかな。いや、いけないか。本当にない？探していいですか、鶏ガラスープの素。いや、ないな。この間使った気がするもん。いや、こっちにあるかもしれないよ。いや、ないな。あ、でも鍋キューブでいけるかな。取り出しうまし。鍋キューブで作れそうじゃない、中華スープ。鍋キューブで作ってみようかな。鍋キューブ。ちょっと餃子焼くだけじゃね、すぐ終わっちゃうので、スープ飲みます。もう冷凍庫が餃子でいっぱい、幸せ。じゃあスープはわかめ、豆腐、ネギ、卵、もうお家にあるものでやります。よいしょ。
キューブ。鍋キューブを使う時が来た。ニンニクも入れるか。ちょっとだけ。私のすごいところは、こう家にあるものでできるとこじゃないですか。もうしつこいぐらい言ってるけど、もう分かったよって感じだよね。ああちょっと傷んでる。ダメだ、傷んでます。これにしとくか。これ鍋入れて、ごま油を入れて、わお。香りを出します。何を作ってるんでしょうか。餃子に合うスープを作っております。ネギは全部使います。美味しいから。どうしようかな、輪切りでいいか。いや斜めがいい。いや輪切りでいいか。あ、いい匂い。だけどお腹空いてない。雨はこの前の残りです。うわいっぱいある。なんであんなにわかめ食べたかったんだろう。やば、超いい匂い。ニンニク、ごま油、このごま油でネギとニンニクを炒めてるこの感じ最高です。ちょっとちゃんと炒めたいな。塩コショウを振りますか。
なんか焼肉って感じ、匂いが。お兄ちゃんに感謝だね、本当にありがとう。届いたよ、まさかの3パック。こんなに届くとは。あんなに LINE を無視する人が3箱も送ってくれる？そうだね、確かにちょうどいいタイミングで、最高のタイミングで送ってきてくれた。ちなみにこれもね、前お兄ちゃんがくれたクッキー、めっちゃ美味しい。もうでっかい箱でもらったんだけど、もうねすぐ食べ終わる。残り2つでもったいなくて食べれない。これはチーズクッキーなんだけど、ほろほろでブラックペッパーが入っててめっちゃ美味しいんです。いいかな。じゃあこれでお水入れて、美味しそう。鶏キューブ、鶏キューブじゃない、鍋キューブ。鍋キューブは1個でいいよね。いや1個じゃ多いよね、鍋1個分だもんね。砕いて、ほんのちょっとでいいかな。わあ、鍋キューブがこういう風に使える日が来るなんて。豆腐も入れちゃおう。で、わかめを切ります。すごいんですけど、やっぱりこのわかめ、わお。あまちゃん、このわかめの根元がね、この前気になった、美味しかったんだけど、待って、すごいやだな、こうやってしっかり見ると嫌だから見ません。昼時ですか、そろそろ。何食べるんですか。雨の中チャリでスーパー巡ったぞ。巡ったの。お疲れ様です。めっちゃ雨だよね、嫌になる。鶏肉のトマト煮、おしゃれー。よしよし、順調。五目あんかけ焼きそばいいな、大好き。あんかけ焼きそば大好き。一時期作るのもハマった。あやものしながらおしゃべりしましょう。何作ってるか
シロップ入れて、ちょっと待って入れます、後で。餃子食べるまで行きたいですね、絶対に。でもちょっと本当にあれなんですけど、さっきパン食べちゃってお腹が空いてなくて、さっきって言っても配信終わって10時半40分ぐらいか。そんないっぱい食べれない、まあいいよね、いっぱい食べなきゃ、フードファイターじゃないし。最近映像倉庫でエイトのコンサート見直してる。嬉しい。お気に入りのコンサートとかありますか？パンは一つ、サヤリンと作った時のパン、米粉フランスパン一切れと、ヨーグルトと、あとあれです、ラタトゥイユ。なんかしっかりセットで食べちゃったからお腹にたまった。パンだけだったらあれだったけど、なんかしっかり朝食セットみたいになっちゃって、優雅な朝でした。ヨーグルト、米粉フランスパン、ラタトゥイユ、おしゃれすぎないか。でもパンは一切れだよ、パンは一切れだよ、偉いね。お豆腐の入れ物で卵溶いてます、もったいないからね、有効活用。わかめ入れて、こうさ、なんとなく作ったものがめっちゃ美味しかったりするよね。味見してみます。自分しか食べないからお玉で、人も食べるときはこういう風にしません。もうちょい鍋キューブ入れて、あ、めっちゃ美味しい。あ、ごまごま、ごまってほんと美味しくないですか？風味出るしさ、体にもいいしね。お酒、醤油、醤油ちょっとでいいです。よし、じゃあスープできたら餃子焼きますよ。美味しい。胡椒をもうちょい入れようかな。あー、ちょっと油入れすぎた、最初にごま油で炒めるとき。まあでもいっか、お腹空いてたら美味しく感じます、この油が。じゃあ卵を入れます。この溶き卵ってさ、火の強さとか混ぜるタイミングですごい変わるじゃないですか。面白いよね、卵って。わー、上手にできた、ふわふわです、強火最高。色合いかわいい、見せたい。感じです。
まあ、盛り付けたらもうちょい綺麗に見えると思います。ほい、では餃子を焼きます。31分、あと30分だから焼いて食べててちょうどいいかも。焼き方がね、内蓋にかい、ここに内側に書いてあります。フライパンを軽く熱し、多めのごま油をひいて餃子を並べます。またごま油、ごま油活躍の日だ。スープにブラックペッパー、胡椒大好き。いや、跳ねますよ。これは物をどかしますよ。クッキーもどかしますよ。小麦粉も、もう多分当分使いません。よし、熱してごま油、少なめでもいいですか？こんなもんでいいですか？いいですよね。何個焼こう。ちっちゃいフライパンでやればよかったな。フライパン欲しい。昨日、おととい、あの、ケユカ見に行ったら、こんなちっちゃい可愛い鉄のフライパンあって、買うか悩んだ。でもやっぱさ、鉄とかそういう、なんていうんですか、スキレットとかで焼くとさ、やっぱり最高に美味しいじゃないですか。こういう餃子とかお肉とかっていろんなサイズがあった。じゃあすいません、ですね、どうしようかな。 1,2,3,4いや、6いっちゃいます。いくね。もうお米ないから、お米ないからいけるっしょ。そんで、そしたら水を入れます。3分の1の高さのお水を入れます。鉄パン、焼肉はかどる、いいな。買おうかな、ちっちゃいの。私オーブンそのまま入れられるしね。いきます。じゃあ水入れたら跳ねるぞ。準備して、よいしょ。半分の1、いや少ないかな、もうちょい入れとこうかな。よいしょ、追加。オッケー、緊張します。3分ほど蒸し焼きにします。そしたらまた入れて、オッケー。好楽でした。最高だよね、好楽。本当に美味しい。みんなも食べて。私のすごいタイプな餃子です。宇都宮餃子で一番好き。何作ってる？あ、テロップ、餃子。いやー、見て食べる。もういろいろさ、なんか変、なんていう、予測変換で出てくるから、それで打てる。おー、いいですね。楽しみ。あ、じゃあ黄色いお皿にしよう。うい。スープはこれで、ね、醤油皿。よし、醤油皿もね、かわいいの欲しい。顔、ほんとさやりんとも話してたけど、食器ってさ、
もうさ、永遠じゃない？永遠欲しい。置く場所ない。よいしょ。お兄ちゃんが送ってくれた餃子、その通り。ウーロン茶がいいな、やっぱり餃子には。ウーロン茶ないな。おいしい。毎日餃子食べてもなくならなさそう、3箱もあったら。味噌だれも美味しいよ。美味しいよね。ホワイト餃子は味噌だれつける人、ホワイト餃子も大好き。銀だことたこ焼きの違いじゃない？ホワイト餃子と餃子、どっちも餃子だけど絶対違うじゃん。まあちょっと違うか、その例え。ちゃんに送ろう。届いた、ありがとう。早速焼いてる。送った。絶対既読無視。これは 100% 既読無視されます。どういたしまして、にっこりとか来るわけがない。クールだな。でもお兄ちゃんは、あ、でも今お昼休憩中とかかな。いやでも携帯見ないか。クールだよ。クールなのかわかんない。皆さんは兄弟とどういう関係ですか？兄弟のさ、形ってさ、ほんと人それぞれだから不思議だよね。めっちゃ仲いい人もいればさ、なんか、普通の人も、普通ってなんだろう、わかんないけど。40分。1時までだよね。幸楽の餃子、俺も買ってこようかな。え、お揃いにしましょう。ね、幸楽ってさ、漢字じゃないの？その幸楽ですよね。その幸楽とひらがな幸楽違うの？私勝手に幸楽は幸楽だと思ってた。宇都宮幸楽。いや、あれ、やっぱりひらがななんかな。あ、でも漢字でもいいんだ。もうどっちでもいいみたい。かわいい餃子。餃子の周り、あ、曇っちゃった。グツグツしてる。並んでる、整列。見えないね、飛んじゃって。整列してます。かわいいね。
餃子の形もそれぞれですよね。ラーメンチェーンの幸楽もある。幸楽園、幸楽ってさ中華料理のさあるあるの名前なのかな。王将もそうじゃないですか。いろんな王将ない？餃子の王将、大阪の王将もあるし、個人店の王将もいっぱいあるし、王将も結構あるあるの名前なのかな。もう蓋はいいかな、いいよね。大阪王将は分裂したやつ、分裂しちゃったの？あ、大阪王将と餃子の王将は兄弟だった。兄弟だったってかわいい。そうなんだ。羽はつけるの？うん、つけません。別に羽が好きってわけではないんです。私は焼き目が好きです。羽はね、別にあってもなくてもどちらでも。でも味の素の冷凍餃子ってほっとくだけで羽できるよね。羽がつくように製造されてるんだって。すごいよね。え、可愛くない？兄弟って、お店が兄弟って可愛くない？家族なんだ。想像しちゃう、その大阪王将と餃子の王将が兄弟っていう姿を。ほら、想像してみて、どっちがお兄ちゃんなのかなみたいな。でも分裂、そっか、喧嘩別れかな。喧嘩しちゃったのかな。それも餃子同士の戦いだって考えて。かわいいじゃん。そうやって考えれば。マリアシェフ、お手製餃子を食べたい。あー、自分であんとか作るやつね。全然作りたいけど、ママの餃子がめっちゃ美味しい。餃子もさ、ハンバーグみたいに家の味ってきっとありますよね。マリアの餃子はロシアンだからな。懐かしい、イベントやりましたよね、ロシアン餃子イベント。なんであんなことしたんだろう。大木屋ラーメンの餃子と味噌ラーメン。大木屋ラーメンは群馬のさ、ラーメン屋さんだよね。お、じゃあここから焼き目をしっかりつけていきます。強火でいっちゃおう。いや、跳ねる。あとで拭くからね、ここら辺床には飛び散らないでほしい。おお、活気がいい。本当鉄鍋で焼いたら美味しいんだろうな。お、もうちょい行きたいよ。大きなフライパンに6人兄弟。私料理の学校行ってた時さ、
中華料理の先生がおじちゃんでね、本当になんか昔ながらのおじちゃんって感じで厳しかったんだけど、食材のことをちゃん付けで呼ぶことが多くて、例えばネギちゃんとか生姜ちゃん、はいニンニクちゃんとか言って、すごい可愛いおじいちゃんなんだけど結構怒るんだよね。で、私がチャーハンのテスト試験の時に、めっちゃ私さ、こう煽るのめっちゃ上手でさ、すごい褒められて、だけどね、まあいつものごとく忘れ物が多い私なんで、あのネギを入れ忘れたの。ネギ入れ忘れたのに全然バレなくて、隠してたらネギを、一番美味しいって言われた。あー、もうちょっと焼きたかったな、もうちょっと焼きたかったな、もうちょっと焼きたかったよ。今からでも遅くない？今からでも遅くないかな。もうちょい焼きたくない？もうちょい行っちゃうか。よいしょ、はい、出戻り、いってらっしゃい。結構ガリガリ焼けてるのが好きなんですよね。じゃあ餃子のつけだれを、私はお酢多め、お酢大好き、お酢、お酢8、醤油に胡椒、ブラックペッパーって感じかな。え、やばいじゃん、あと10分じゃん。じゃあいいやん。変わんない、まあいっか、美味しいし、絶対に。よいしょ、ということで幸楽の餃子焼けました。こっちのが見やすい、じゃーん。うーん、傾けるの怖い。じゃあもうここで食べちゃいますか、とりあえず。配信がね、あれなんで、あと10分なんで。うわ、いいよね。でも暑そう、絶対暑いよ、絶対暑いじゃん。絶対に。でも行ってみます。あ、開く方、あ、うまー、一番おいしい。暑いけど暑い以上に美味しい。めっちゃ美味しい。野菜が多いのかな、結構甘みが強いです。皮ももちもちだし、もう超タイプ。いや、せっかくだから作ったスープもちょっと飲みますか。仕方なくみたいな言い方になっちゃったけど、具沢山になっちゃった。
美味しい、優しい味、鍋キューブ。うん、美味しいね。あれ、あった、なくなったかと思った。皆さん、こちらの用意は大丈夫でしょうか。今日の7時15分ぐらいからの20分だっけの配信で、これをみんなで食べたいと思っています。ぜひ見つけてください。なかったら似たようなやつでもいいし、まあ、別に食べなくてもいいです。しかもこれビッグじゃん。まあでもいいよね、食べよう。じゃあもう一口食べたら、もう一餃子食べたらランキング読みます。うん、冷めてきた。餃子も残しとけば、残すっていうかもうあと100個ぐらい残ってるはず。何個入ってんだろう。ご飯はいらないの？うん、炊いてないし、お腹空いてない。ねえ、ほんとにおいしい。シャキシャキ、生姜多めかな多分。とりあえず最高です。皆さんも宇都宮餃子ぜひお取り寄せしてください。私はお取り寄せっていうか、お兄ちゃんがプレゼントしてくれた、プレゼントしてくれたっていうか頼んだ。え、タワーだ、熊タワー、ありがとうございます。風と海とさん、そう、全然さ、タワーとかさ、熊獣とか全然読めてなくてごめんなさい。皆さんありがとうございます。いつも。やばい、あと6分。じゃあランキングを読みます。ランキング変わるかな。すごい、ちょっと待って、懐かしい名前を見てしまったよ。32位、テト、ありがとうございます。31位、コーヒレン、ありがとうございます。30位、ゼファグンミニア、ありがとうございます。29位、どこだ、また、ミータ、福田ルカ、フォーエバー、ありがとうございます。28位、おやちゃん、ありがとうございます。27位、ホアン、ありがとうございます。26位、ヨッシー、グンミニア、ありがとうございます。25位、ノー、グンミニア、ありがとうございます。24位、あかり、ありがとうございます。23位、お豆、ありがとうございます。22位、ジェリー、ありがとうございます。21位、ヒカル 400X、 まーちゃんに餃子をスマッシュ、ありがとうございます。20位、テイテイ、ありがとうございます。19位、フットグンミニア、ありがとうございます。18位、ジャングンミニア、ありがとうございます。17位、タートシグンミニア、お兄様餃子ありがとう、本当にありがとう、ありがとうございます。16位、タチゴールグンミニア、ありがとうございます。15位、チャーグンマニア、グンミニア、ありがとうございます。14位、クルリン、ありがとうございます。13位、ミヤコブルー餃子グンミニア、ありがとうございます。12位、リョウ幕張のグンミニア、ありがとうございます。11位、アタック兼大西軍、ありがとうございます。10位、風と海と、ありがとうございます。9位、カンタとカンカン、ありがとうございます。8位、土地太郎、ありがとうございます。あ、ランキング変わった。
しよう。じゃあもう一回読みますか。32位中堅ありがとうございます。31位テトありがとうございます。30位コーヒレンありがとうございます。29位ゼファグンミニアありがとうございます。28位ミータフクドルカフォーエバーありがとうございます。27位おやちゃんありがとうございます。26位ホアンありがとうございます。25位ヨッシーグンミニアありがとうございます。24位ナオグンミニアありがとうございます。ここら辺変わってないのか。23位あかり、22位おまめ、21位ジュリー、20位ヒカル 400X、 19位テイテイ、18位フットグンマニア、17位ジャングンミニア、16位タートシーグンミニア、15位タチゴールグンミニア、14位チャーグンマニア、13位クルリン、12位ミヤコブルー、11位リョウ マカリノグンミニア、10位アタックケン、9位カンタアットカンカン、8位トチ太郎。ここら辺ですか変わったのは。じゃあ次が、ありがとうございます皆さん。でどこまでやったっけ、待って待って、8位とち太郎ありがとうございます。あれ何回も言ってるちょっと難しい。7位コバグンミニア、最終配信は多分職場で見る。おお、お仕事ファイトです、ありがとうございます。6位カズミングンミニ、食餃子餃子餃子、イエーイ餃子届きました、ありがとうございます。5位ハギハギももちゃん大好き、マリアも好きよ、やったー、ありがとうございます。3位うかくさんグンミニア、ありがとうございます。2位そうすけグンミニア、餃子って完全栄養食？そうだと思います。小麦、お肉、野菜、油、全部入ってます、ありがとうございます。そして1位風と海と、ありがとうございます。タワーもありがとうございますね。1位だった懐かしいお名前がいなくなっちゃった。本当にいなくなっちゃった。すごい不思議な、久しぶりだと思ったら消えた、不思議。やっぱりなんかすごい。あ、4位の幼いさんが抜けました。あ、すいません、ありがとうございます。4位幼いクリーニンググンミニア、金曜栃木なので行楽行こう。おー嬉しい、ぜひ行ってください、ぜひ行ってくださいって誰だよって感じだけど、行楽行ってください、ありがとうございます。ごめん読み飛ばしちゃって、ごめんなさい。お、あと1分だ、じゃあもう1個。冷めちゃうよねあんまり。うん、うんうん、もうちょいガリガリに焼くには油ですかね、多めの油って書いてあったもん。うん、美味しい。じゃあこの後ちゃんと食べます。残りは5時半かなからやって、何しようかなって感じでやって、その後は45分間ぐらいオールナイトできません、早めの時間ですけどやります。で最後はみんなでこれ食べて振り返り配信しましょう。では皆さんも餃子食べて梅雨楽しく乗り越えましょう。バイバイ。剥がされました。バイバーイ。ありがとうございました。